走行時間が短いので、はい、そうすると、まあ、決勝、それから予選、はい、予報のことを一緒に試したいです。タイム差のない状況になりましたよね。ありますよね。大体17台、大体17台ぐらいありますか。この、まあ、オートポリスなんですけどね、これを、まあ、どうしてもやるのか、全速力で行くのがいいからね。ですから本当にその毎回そうなんですけど、ミスとは言えない本当に些細なことで、それを思うと、やっぱりこのアンダーの方向のところでピンポイントでやっぱり予定がどれぐらい速いのか、タイムマークとか決められるかというのは、これドライバーもそうですけど、エンジニアを含めてチームの総合力が試されますので、まあ、その今持ち込んでくるセットアップという話も出てきましたけども、常にやっぱり一番いいです。しかもあのエンジン の、はい、あの燃料流量制限も、はい、去年も今年も一番取り組んで、おーっと、あ、これはアンドレ・ロッテラーがスピンしました。アンダーブリッジ下ですね。珍しいですね、ロッテラーがこのタイミングで、あ、エンジン止まっちゃったかな。回ってるけど、出らんないんじゃないかね、いったな。あー、動き始めるんで、あ、ダメですね。あー、よかったです、よかったです。アンダーロッテラーがスピンをしまして止まりましたが、アンダーブリッジのところから、まあ、これからファイナルコーナーに入っていきますが、とりあえず大きな、まあ、アンドレ・ロッテラーがされちゃうっていう話を聞いたんですけど、あ、本当の話なんですか。まあ、そう。だから普段全然予測不可能なんですけど、結構それやっぱり空気が、あの、意外と本気の感覚が違うっていうのがある。ああ。飾り気によっては今そうですよね。はい。本人が意図しないなんかそのあれもっとこんなのスピードするはずなのっていう思いと改めましてちょっと仕切り直して話を進めていきたいと思うんですけれども、まあ、今回スピードした第4戦ということになりまして、第1戦が鈴鹿さんという方々が、そしてですね、第1戦が今シーズン復活をしました岡山と北さん、2人目は第3戦は楽天、そしてインターバルの本当に良くて、そして第4戦が進んでいきましたが、まあ、そんな今回第5戦となります。で、小倉さんも言われたように200ですよ、まあ、いつもの練習方法だったら練習方法をされているということになりましたけれども、まあ、今シーズン振り返ってみましても、なかなか練習方法を言うと続いてましてね、ドライブにもらいたいというところはありますが、ね、まず予選ではですね、やっぱりどれくらい前に行って予想でがまた出るものが高いので、初めて実際に戦になるはずですから、特にここはやっぱり決定を考えると、予選決定が振り付いてすごい重要なんで、そうすると、あと、まあ、今シーズンその2年目を迎えた ASF1 と、マシンの方に行っていると、後半戦に入って、今シーズン後半のこのエンジンの勢力図というのはどういうふうに見てますか。あの前回のエンジンが良かったのに対してという感じだったので、全然見えてこなかったことがいっぱい見えるそうではありますよね。で、まあ、エンジンが良かったと言ったので、
よね、うん、で、エンジンの違いというのが各自の2つのブランドをそれぞれ使い分けておりますので、F1 を経験しているドライバー、それから WEC 世界代表選手権を実際にまだ練習してもらっているので、まあ、そういった世界代表ドライバーというのを感じている中で、もうところでデビューしますよね、初めてね、はい、そうですね、僕らの旅で、はい、彼にとってオートポリスをどう攻めるかというのは非常に楽しみにしてるんですが、そうですね、本来タッチで慣れるって言うんですが、それでも交代は終わりますよね。だからマシンがこの電子のトップアップ、それからトップアップI'm going to go to the next one.